いっしゃいよ、ラジオですので今日もやっていくんですけどね、今日はねジャイスキャラやっていきたいと思います。ということでいきましょう。よいしょ。でこれがね、勝率1位のね今のジャイスキャラなんですけど、このデッキねこうやってゴブリン入ってるんですけど、ゴブリンがね今ね結構雪玉が多くて、ウォールブレイカーとかにも、ゴブリンで防げるし、結構ね激アツめな、はい、ゴブリン、これザップ打たれてもねゴブリンなら消えないということで、結構厚めなデッキになっています。で、ケツルタンですね。はい。で、ギャングってことは多分コウモリギャングの、ウォールブレイカーディガーデッキかなって。おっと違う、あ、枯渇かな。枯渇でもウォールブレイカーがあったんで、でハンターこの位置構えているとね、もし来た時に、完封できるので、ね、おすすめっす。いいよ、おすすめっすですと。はい。これプリンセスとかも使ったので、結構いい感じですよ。いい、タワーに1円入った。OK、センキュー。で、こっちは雪玉でいいかなと思うんですけど、バレルをね、完封したいですね。はい。あ、OK、OK、よしよしよし。でもって、あ、もうちょい高めにやったらあれかな。ワンチャンプリンまで行けたかな。これプリン行けなかったら、プリンまで歩いてくれればいいんですけど、無理だ。あ、やばい、この位置行けない。やばい、最悪ミスった。うわ、いてぇ、最悪だ、マジで。うわぁ、いてぇ。うわぁ、これ行けるしかねぇ。これプリン処理しないといけないんでね、行けます。うわ、つら、雪玉であれ、本当は行けるんですよ、プリン。なんですけど、位置ミスって、そう、プリンをね、自陣にこうやってパーンって弾かせて、雪玉だけでね、プリンセスを、雪玉とタワーダメージ処理っていうのができるんですけど、来るかな来るかな、完封。オッケー、いいよ、いい防衛。ちゃんとハンターを出さずに待ってたのが大きいですね。これはポイズンかな。いや、いてぇ。さっきのミスがマジでいてぇ。これ相手やることないから、ギャングですね。そうですね。で、これ、無視して、チャイ作って、いきますか。オッケー。ここでウッドでも咲いてくれたら美味しいが。オッケー、オッケー。オッケー、これは折れる。ので、どうしようかな。こっち寄りでいきたいですね、若干。あ、これ前だ。OK。で、パワー的には。いや、頼むから読み打ってこないで。そっき、センキュー。よし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 、来た来た。やばい、やばい、やめて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 くれ、頼むから。あー、終わった。終わったわ。マジで終わった。あー、最悪だ、マジで。最悪の気分だ、本当に。あ、この息打たないとな。でもこれワンチャンあるか。普通に。いやー、無理だ。一回待たないと、これ。うわ。もうプロのウォールブレイカー、見しちゃうからね、雪玉だ。オッケー、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 オッケー。オッケー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 、これでつけられて、ジャイ追加して、バレてた、バレてた、もしかして真ん中バルキリーぐらいきそうだな。普通にバルキリー咲いてないんですよね、相手。あててててててて、オッケーオッケー、めちゃくちゃいい防衛してる。ちょっとプリン処理も兼ねての真ん中キングボ、キング方向への、プリンセス、私マイプリンセスが怖いので、はい、ここですね。オッケー、いやマジ、マジでいい、マジでいいよ。これで10エリになったときに、どっちに行くかな、こっちでいいかな、こっちが。いけ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 。
頼む。かー入ってもうたー。ロケで終わりだ、最悪。もう、いや待って、トレーニングあるから、ワンちゃん。あー終わった。あーくそ、激アツバトル繰り広げちまった。あーくそ、あれスキラ守られてたの痛いな。そう、1-0 で勝ちたかったんですけどね。そう、フル無視してね、このスキャラ結構、逆サイ攻めをフル無視して、2-1で勝つ、今みたいにね、ジャイスキャラって結構ね、1-1からもね、結構本領発揮できる、その前、真ん中ジャイでね、いけるんですけど、やっぱ相手がね、ちょっとうまくアウトロー当ててきたりとかしてきたんで、そうですね、やっぱちやられちゃったなぁ、マジで。いやー、もったいない。そうですね、あそこのジャイで折れるって判断したのと、あとウォールブレイカーがね、ギリギリバチコーン決めてきたのが知りたかったですね。でバルキリーとやっぱ相手が毎回ねウォールブレイカーするときにバルキリーと組んできてたんですよね。なんでこれアーチャーぐらいしかないのでゲットかな、ワンチャン。よいしょ、ベーン、オッケーオッケーオッケー。クロスと、あと1枚、あと1枚1コス切ったらクロスが回るので、まあ、来るとしてもこちらだと思うので、橋前アイスピーとかかな。押してから、なので、ガン待ちスタイルでいきたいと思います。あと1枚でクロスが出るんで、ね、ワンチャン相手が諦めるかもしれないんで、あと10秒ぐらいして何もユニットが出なかったら行こうかな。橋前ゴブリンで様子を見て、諦めのパターンかな。オッケー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 。おまあ、ガン待ちしたかったけど、まあ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 、ジャイが回ったんで、よかろうによかろうにという感じですね。オッケー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 。このスケだけで処理されるのはさすがにもったいないから、ハンターで、よいしょ。まあ、そこそこね、だるめの形を作って、ウッドも切って、スケもないので、このハンターがね、若干アイスピットソー、あとアーチャーぐらいしかないので、オッケーオッケー、このぐらい美味しい。なので、もう一発いけ。いけ、ドン、よし、センキュー。なので、これはケツネクロですね。まあ、言うて5打たれてもいいんで。はい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 。よいしょ。おじょ。オッケー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 。よいしょ、あーいいよー、めちゃくちゃいい形決まってるよ。オッケーオッケー。これあれだな、ウッドがこっちに来るから、これネクロがねファイアボだけだって生きるんで、ウッド見てからゴブリン追加したいが、オッケー、イエイ。オッケー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 という感じでね。よしいいよ、結構いいです。いやー、枯渇勝ちたかったな。さっきの激アツバトルの時に制したかったな。イクちゃん、あれだな、乃木坂か欅か、乃木坂だな。はい、頑張りたいと思います。とりあえずどうしよう、何も切ってこない。まあこれマジで2倍からもね、全然2倍、待って2倍からも動けるデッキなので、ただね手札にザップってことはね、ザップキョスケの組み合わせはないので、ケツセルトンでいきたいと思います。そう、キョスケだけが怖いんだよな、このデッキ。ザップウッド。ってことはワンチャンジャイラーの可能性がありますね。ジャイラーの可能性があるので、とりあえず、これ引っ張ってくれたら美味しいな、正直。オッケー。これ自陣で処理できる。なので、これは、ジャイつけていい。サンガゴ。さすがにジャイだと思うんだけどな。これ防衛めちゃくちゃだるいでしょ、正直。あ、これ雪玉意味ねえんだ。あー、もったいね。でもこれ雪玉じゃなくて、これジャイ、8枚さすがに足せるよね。俺もそう思った。オッケー。まあでもディガーがないのでね、こうやって低めにハンター出してあげて、先にガゴからね、処理してあげればいいですよ。で、ここでですけど、3ガゴ起きて、ネクロが先でしたが、3ガゴ抑えるカードが多分ないので、これ、あ、じゃあ、全然ハンター入れないようにしようとしたのに、そう、ハンターで降りに行こうとしたんですよ、これ。そうだけど、ウッドからの、で、いけちゃうじゃん、もったいねー。これ、ハンターをね、スケラにタゲ取らしてハンター生きてれば、ディガーがいけなかったんで、3ガゴぐらいしかね、カードがなかったんですよね。だから、ハンター受けれなかったんで、
まあでもこれ J 回ってないので多分ガゴガゴディガーぐらいかな。カコン、やべ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 、なあもうめんどい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 、やべ、痛い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 、血剤ですね。もし来たら逆サイトリトンで引き寄せて、オッケーオッケー、ハンターつけてファイブを使ったので相手は、なのでオッケー、これはオッケーオッケーオッケー、ちょっと離した位置にネクロ出してあげて、ディガーはここら辺でしょう。オッケー。いいよ。オッケーオッケーオッケー。やりすぎか？やりすぎか？いや、そこそこいい。これ、リスずれるんですね、この位置は。えへい。まあ、知識量がプロみたいなのがあるんで。よいしょ、いい線、キュイ、グッドゲーム。まあ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 、いい感じだったんじゃないでしょうか。そう、今みたいにそう、ケツジャイをしてからね、2周目真ん中ジャイっていう動きが結構ジャイスキラーでいいんでね、そのケツジャイをして、そのジャイは別に死んじゃってもいいんですけど、今みたいに2周目ジャイを出して真ん中に出すだけでもね、結構ハンターとかゴブリンとかネクロが残っていると結構鬱陶しい真ん中ジャイになるので、相手がね、そのタワーこっちが折ってて相手が折れていない状態だと、相手は守らなきゃいけないけど、攻めなきゃいけないから、ね、今みたいにリガーだけとかになって、それをトリトンで守られて、まあね、シャーなし5を打たなきゃいけないとかね、そういう状況を作れるんだよね。結構2周目の真ん中ジャイとかがいいので、だからあれなんですよね、その、くるむしして1対1、1-1効果になっても結構強いんですね、この、だから、逆に、なんだろうな、ホグとか相手だったら結構くるむしして 1-1 効果とかしやすいんですけど、ああいう枯渇とかだとね、やっぱ本当にちょいちょいの、ちょいちょいちょっかいがね、上手い人だとなかなかフル無視しにくいみたいな。え、ギャングだけに、ちょっとギャングバレルだけにタワーおられるのみたいな、なっちゃうんだよ。ちょっとね、苦しい。そうなんだ、ああいうちょっかい攻めがね、上手いとね、ちょっと厄介なんですけど。そう、で、しかも、枯渇だと相手はね、こっちが雪玉だけで、言っとかないからね、プリンセスもちょっと処理しにくいみたいな感じでね。こいつがちょっと厄介なデッキになってるんですけど。まあ、あのハンターカンプとかもね、覚えれば、なかなか戦えると思うんですけど、マッチングが遅い。マッチングが遅い。マッチングしない。なぜ？なぜでしょうか？置きますか、携帯を。お、来た！みんなハロウィンじゃん、マジで。どうしようかな。とりあえず、ゴブリンぐらい捨てちゃってもいいけど、ウォールブレイカーが来た時にゴブリンをちょっと取っておきたいんで、もうちょい、ウォールブレイカー相手だったらね、結構高回転目のデッキが多いんで、相手から動いてくると思うんで、まあ、待って、これウォールブレイカーじゃないなって分かったらゴブリン捨てたいかなと思いますね。10個捨て同時に捨てちゃうとワンチャンにね、逆サイウォールブレイカーが来て、めんどくさいことになっちゃうかもしれないんで、一回待ってもいいかもしれないですね。はいはいはい、はい。で、ネクマン。ネクマン出していき、いやーこれめんどくさいな、これどうしよう、これこれどうしよう、マジでマジでやることね、これ普通にスキラボーですね。でこれ先にトリトンだけ処理して、オッケーオッケー、これペッカ引いちゃう、もしかして、オッケーオッケー、オッケーオッケー、結構いい防衛ですね。そう、今みたいに受けがないときはね、ギャンギャンスキラ防衛しちゃっていいですね。まあ、ああいう、なんだろう、ペッカの前、後ろにね、ミリ残りで光栄がいるとかいうときはね、結構事故りやすいんで、そうですね。で、これハンターちょっと近めにね、配置してあげると、前段当たって、いい感じに。痛ーい！マジで痛い！もう、もう一マス前でよかったですね。マスケとかは逆に今のね、最遠い、ここら辺に出した方がいいんですけど、ちょっと待ちたいですね、これ。相手が何出してくるかわかんないから。はい。で、ハンターとかの場合はね、結構、ちょっと近めに出さないと前段当たらないので、今みたいに、ちょっと外れちゃうので。これ同じだな。これ、ジャイスキャラでいいっすね。よいしょ。防衛ポイズンとかやってきたら、ネクロが生きるので、
これジャイスキャラでいいかなと。これジャイが入ります。結構。はいはいはい。うわぁ、めんどくせぇ、これ。やばい。これやばいな、ちょっと。ちょっとやばくないですか、それは。さすがに世の中が許してくれませんよ、それは。よいしょ。いやったい、やぶねえ。よいしょ、もう一回後ろから行きます。やっぱ OKOK。 はい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 、これ防衛スキャラでいいっすね。OKOK。やばいやばいやばい、ちょっとやばい。このカードね、そのね、ポイズン打たれるとちょっと弱いんですよね。よいしょ。これで全処理 TV していきます。オッケーオッケー。よし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 、耐えた耐えた。でペッカとかを裂いたときに、メガナイトはまだもうちょっと耐えたいですね。ジャイ受け。しゃあないけど、ジャイ受け。で、よいしょ。オッケーオッケー、これはチャンス、これはチャンス。オッケーオッケーオッケー。どっか行けー。よいしょー、センキューありがとう。オッケーオッケー。もうね、今みたいにちょっと自利品になっちゃうとね、ちょっと辛いんですけど、相手、そうですね、まあ結構頑張って防衛すれば、だから防衛スキャラを打ってなかったら死んでるシーンがね、2、3個あったと思うんですよ。だから、ネクロにね、ポイズンとか打たれちゃって、ペッカー系基本的にネクロしかないんだよ。ゴブリンは言うても時間稼ぎなんだよ。で、ハンターもね、そのなんか、マスケ、ゴブリンとかなら、時間稼ぎながらマスケの遠距離で、ね、潰せるんですけど、で、このネクマンゴブリンとかでもいいんですけど、ハンターゴブリンだとハンターやっぱ近くに置かなきゃいけないから、ゴブリンと場所が被るんですね。そうなるとやっぱゴブリンが残ってるけどハンターにタゲいっちゃったりするんで、近くに配置するんで、そうだからやっぱハンターを出したくないな、ペッカに出したくないじゃないですか。そういう時はやっぱ今みたいにもう惜しみなく防衛スキャラ打って防衛に専念でいいですね。もうスキャラ打ったら攻撃はできないとか思ってももう防衛に専念でいいです。はい、という感じでね、結構あちあちのね試合繰り広げてしまったんですけど、このデッキね、結構強いです。使ってみてください。あんまね、フル無視するシーンをね、見せられなかったんですけど、結構、フル無視からの、ジャイスキャラとかもね、強いんでね、あー、これ守れねえなーと思ったら捨てて、逆サイジャイスキャラとかのね、キングポッキリ折れたりするんで、まあ、ぜひね、使ってみてください。ということでね、この辺で終わります。もうちょっとね、さっきね、ちょっと動画見てくれた人にはね、若干のね、多分人が気づいたと思うんですけど、音声なしで上げちゃったんですよね。だから今これちょっと撮り直しになってるんですけど、それ見ちゃった人ちょっと申し訳ないんですけど、またね、毎日動画ね、やっていくんで、もしよければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日の終わります。バイバイ。